んにちは、森です。今日は西武ファストスポーツフィールド品川ゴルフにやってまいりました。はい、そうなんですよ。品川駅前の品川プリンスホテルの中にシミュレーションゴルフができる施設ができたので、まあ、今回はそこの施設を利用させていただいて森ちゃんのレッスンをさせていただこうと思っております。はい、じゃあちょっと早速なんで少し奥に、はい、ここは西武グループが新たに始めた事業で、西武ファストスポーツという事業がありまして、スポーツをねもっと気軽に楽しんでもらいたいっていうところから、まずきっかけとしてちょっとゴルフを楽しんでもらいたいっていうところでシミュレーションゴルフの施設が誕生しました。まあ、初心者の方も気軽にゴルフができるように、レンタルグラブとかレンタルシューズも用意されてます。で、西武グループといえばゴルフ場いっぱいあるな。そうなんですよ。まあ、有名なのが川名とか、この前やってましたキャットレディスの大箱根とかなんですけど、はいはい、これ、はい、軽井沢72とかもありますよ。これ軽井沢、そう、多分回りたい人とかいっぱいいると思う。ハワイのゴルフ場もある。あ、ハワイもある。ほら、マウナケア海越えのコースあるところ。あ、すごいですね。すごい。あ、ほら、瀬田。あ、これもよく瀬田も有名ですよね。有名です。試合とかでよく回りますもんね。すごい、はい、そうなんです。たくさんこうゴルフ場を運営されてまして、もうさらにちょっとライトな層にこうゴルフを楽しんでもらうってことで、シミュレーションゴルフができたという形です。はい、で、ここもともと宴会場だったんですよ。めっちゃ広い。そう、だから広い。で、利用中は飲食が楽しめて、はい、アルコールも楽しめます。おつまみも出ます。で、事前予約でオードブルとかも楽しめるんで、ちょっとこうなんていうの、大勢でちょっとワイワイしたいなとか、はい、まあ、コンペの打ち上げとか、なんかイベントやりたいなとか、そういう時でもこう飲食も出て、こっちがシミュレーションですね。全部で3打席ありまして、こう周りの外からの目も気にならないようにちょっと配慮されてこうカーテンがついてます。で、そのうちの1打席が傾斜。傾斜、はい、すごい、ハイテクや。傾斜がつくスイングプレート付きになってまして、それが今森ちゃんがいるところで、はい、まあ、ちょっと早速ちょっと中に入ってみましょう。はい、失礼します。はい、中が超広い。シミュレーションはめっちゃ広いですね。中が縦距離も結構あるし。そうだね、縦の距離が結構長い。長いですよね。うん、ソファーもあるんで、そうゆっくり、いい、なんか雰囲気落ち着いた感じで、うん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 、いい、広いよ。そう、打ってる人とソファーにいる人の距離が余裕があるんで、多分ここで飲んだり食べたりしながらでも全然こう圧迫感がなくてないですね。そう、ゆっくりできるかな。一ブース4人集まっても全然窮屈感なさそう。そう、利用方法はちょっと概要欄にここのホームページを載せておこうかなと思うんですけど、まあ、基本的にはウェブ予約になってまして、1ブースごとに借りられるようになってます。うん、月額制のサブスク会員サービスもありまして、まあ、何よりも都内で品川駅からめちゃめちゃ近い。確かにめっちゃ近いですよね。仕事終わりにゴルフみんなでやっていこうかとか、品川なんかみんな集まるじゃん。確かに。そうそうそう、集まりやすい。そうそう、しかも手ぶらでいいんですもんね。そう、本当にそのままで来られますもんね。あ、そうです。レンタルグラブ、はい、レンタルシューズはあるんで、そうですね、はい、全然手ぶらで気軽にゴルフが楽しめるという、もう本当にそのファストスポーツだなっていう感じで、はい、まあ、早速ね、シミュレーションゴルフをちょっとラウンドを森ちゃんに試してもらおうと思いまして、ここのシミュレーションゴルフの機械は OK オンゴルフっていうシミュレーションゴルフが導入されてます。でもラウンドを試したいと思います。はい、よろしくお願いします。ってことで、ちょっとセットしました。川名のフジコース名門や。僕が大好き。もう好みじゃん、自分の。そうです。傾斜が結構見ものかなって思うんで、傾斜とか、はい、傾斜でどうやって動くのかこの子が気になる。私もこれ T とかはここで変える感じ、うん、
初期設定で変えることもできるんですけど、ちょっと高かったなとかと思ったらそこでいけます。なんかめっちゃ綺麗。あと方向も、この横の矢印、そう、本当だ。もうめっちゃ変えられる。じゃあこのぐらいでやっていこうか。じゃあすごいね、トーナメント見てな。うわ、カメラアングルしてる。綺麗。ガッツが143ヤード。グリーンエッジまでも出るんだ。129だって、うん、あと130ぐらい。ちょっとここあの打ち上げになってるんでグリーンが見えないじゃないですか、どうなってるのかって。はいはい。その下のセンチこれ、うん、押しますよ、うん。おお、傾斜が分かるってですね。そう、まあ、あのデータとかでも右上にこう出るんだけど、まあ、リアル感もあるじゃないですか。本当だ。そういうのも、はい、見れます。はあ、私は130だからクラブ変えないと。8番で。うん、いいドロー。今のはなんかいつも通りの感じ？あ、いつも通りの感じ。なんかこうちょっと右に出てこう、まあ、あ、そうです、そうです。サンドウェッジ。まだ傾斜には行ってないらしい。次の方だね。やっぱプロは違うな。行ってないらしい。常に平らなところから行っちゃうな。いやいや。減少、10% 減少。これはラフだから？あ、そうです、そうです。はい。あのラフ考慮して、いつもの距離よりも 10% ちょっと飛ばなくなりますよっていう。ほらね。そんな行くの。めっちゃ行くやん。めっちゃ行くやん。出ちゃうよ。大損だって。ホールカップ4個分左に打ってください。上りパットです。ホール4個分左に打ってください。なんかキャリーさんモードがそう あってそのまんまにしてみたけど、そういうことね。あ、めっちゃ優しい。いいですね、シミュレーション分かりづらいからね。それいい、うん、4個分って言ってた。それ大事。おー、惜しい。ボギー叩いちゃった。さ、傾斜が欲しいな。じゃあ、2ホール目なんですけど、ちょっと傾斜を試したいんで、はい、あの刻んでください。ここに打ちたい。ここ、これ。あー、確かになんか傾斜強そうだから。そこまでもいってないんじゃない、これ。あー、動かないかな。分かんない。今さ、ちょっとダフったじゃん。その分距離って下がった？下がった。ああ、すごいね。しっかり下がった。うん、じゃあ飛距離とか曲がり方も、うん、結構近い感じで。近い、全然近いです。はっきり今下がったもんね。なんかダフっちったって言ってこう下がったから、まあ、あのそのまま使うんで使ってください。機械の性能が上がれば。ナイスミスショットです。あ、試したんですよね。あ、そう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 。傾斜あるかなってちょっと見させて、どっかに。傾斜からやりたいの。あ、なんか傾斜強く出そうだもん、これ狙っちゃった方が良さそう。段が上がって左足下がり、すごいよ。なんかちょいつま先が、うん、なんかすごい。結構これカメラで見ると分かんないかもしれないけど、結構な角度よ。すごい。これあれだ、みんなの嫌いな左足下がり。普通に角度すごい。なんかコースっぽい、これ角度。私はここ
7番で打ちます。今まで の, あのちょっとね施設を紹介したいっていうことで、はい、あのわざとダフったりダフに入れていただいて傾斜作っていただいて、まあ、ここからはあの、まあ、出たよプロっぽく出たよ乗ってワンパットでパーでさすがですね。出た、終わりでお願いします。急に嫌な人じゃん。はあ、嫌な人だ。おお、戻った。なるほどね。これ全体がこうボコボコするんだ。13.4。先生出たよ。これパターンやんないといけないやつじゃん。いや、パーフェクトショットって褒められてましたよ。どうもキャディさん優しいんだよここ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ってことで西武ファストスポーツフィールド品川ゴルフさんのちょっと施設を利用させていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。どうでした、ラウンドちょっとやってみて。いや、すごい細かいです。いろいろというのは傾斜もそうですし、あのラフで距離が出なくなるのもそうだし、なんかほんまに近いぐらいの数字が出るなっていうふうに感じました。でコース出なくてもかなりためになるんじゃないかなっていう感じ。そうですよね、まあ、やっぱりこう品川駅、もう駅前ってだけでもすごいのに、品川ですよ、もちろん。誰でも簡単にこう来れちゃうところ。確かに新幹線でも来れますからね、ピューっつって。そっか、そうだね、確かに。まあ、ぜひね、あの都内の皆さんで、あのちょっとゆっくりやりたいなとか、うん、飲食入れながらやりたいなとか、あとこうブース貸しなんで、こう例えば、なんだろう、同僚の方とか、うんうんうん、あとはゴルフ始めたいなっていう後輩連れてとか、うんうんうん、そういうのもありかなと思うんで、割れば結構安くなると思います。あ、そっか、そうですよね、玉数で割れば、うん、そうしかも見られないし、誰にもいいですね、プライベート空間が。はい、と思いますんで、まあ、ぜひ気になる方は概要欄見ていただいて、はい、ちょっとチェックしてもらえたらなと思います、はい、って感じで、まあ、この後あのレッスン動画を撮りたいと思いますんで、はい、それも楽しみにしていただけたらなと思います。お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。